皆さん、本日は第63回千葉コミュニティテレビということで、まもなくですね、ミュンとヤヨさん、昭和歌謡アイドル、アラカンアイドルがですね、今日、鎌取コミュニティセンターに来ていただいております。ここ鎌取コミュニティセンターはですね、台風15号、19号でですね、千葉の皆さんも大変な被災をされましたけれども、避難所として、運営させていただいておりました。そんな中でですね、全国では千葉も含めて、亡くなった方もいらっしゃると伺っております。心よりですね、哀悼の意を申し上げたいと思いますし、被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げたいと思います。そんな中でですね、遠路はるばる、ミュンとエアのお二人がですね、千葉頑張れということで、今日はボランティアでですね、千葉の皆さんのためにミニライブと千葉コミュニティテレビということで、駆けつけてくださってますので、これからご紹介したいと思います。間もなく始まります。それではミュンとヤヨのお二人です。音楽が始まりましたらご入場いただきますので、どうぞ。皆さんが、ね、若い時、もう本当に青年、高校生だった時の曲を
をね得意として、ザ・ピーナッツさんとか天地真理さんとか、ね、そういった歌わせていただきます。昭和42年の頃なんかを、はい、皆さんに今日は披露しようと思ってやってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リュウツエアと申しまして、日本コロンビアから昨年デビューしておりますので、どうぞね、今日は昭和アイドル会をわずかな時間ですけど楽しんでいただきたいと思います。さあ、お天気の方がだんだん良くなってまいりまして、はい、いいお天気になって、そうです、はい、リュウツエアは晴れ女ですからね。そうなんですよ、はい、ではね、あのなんか北国のね、青い空を思い出して、そうですね、懐かしいこの曲を聴いてください、はい、岡崎由紀さんです。私は忘れない。お届けしてみたいと思います、はい、3年前に出したアルバムの中から、
恋物語っていう曲なんですけど、これはカラオケダムでも配信されておりまして、いろいろなでも歌うことができるんです。はい、巷ではね、結構歌ってる方もいらっしゃるようで、はい、私たちが詩を書いたりしたので、なんていうか、インテっていうんですかね。そうですね。あとなんかちょっと入ってくるから嬉しいなって感じはしますけど、ね、よろしかったらカラオケでね、はい、セットしていただいて歌っていただけたら嬉しいです。はい、58歳にして歌わせてもらいます。曲は初恋物語。
そうですね、15号も大変だったのに、また19号でこういうことになっちゃって、もう本当に私たちは歌の力で皆さんを元気にしようと思って協力してきました。はい、そこで今日これからお送りする曲はね、私たちのオリジナル曲なんですが、明日もきっと晴れるという曲なんです。悲しいこと、辛いこと、親戚だけじゃない、家族それぞれのこと、いろんな思いがあるかもしれない。でも前を向いて生きていけばきっといいことがあるから、もっとみんなで頑張ろうよっていう、そういう歌を作ってみました。はい、聴いてください。はい、ミエントヤオで明日もきっと晴れる。抱きしめて、
しい。ありがとうございました。明日もきっと晴れるっていう曲でね、普段私たちが何気なく生活している中でね、例えばこう小さな喜びとか幸せとかあるじゃないですか、ほんのちょっとのことでもいいんですよ、朝顔の花見えました、双葉が出て本葉が出て花が咲いてって、お父さん花が咲いた、ミニトマトが実つけたよっていう、そういう幸せがあの台風やなんかでいっぺんになくなってしまって家まで流されて、だから普段小さな幸せがどんなに嬉しいことか、小さな幸せがどんなに幸せか、宝物かってことを多分もう日本中のみんなが感じているということだと思います。はいはい、明日はまだね、私たちがもしその風になったらどうしようかなって思っちゃいますよね。だからね、でもね、命があるだけでもいいじゃないですか。そうでしょ、おもりなんか自分の頭の中にしまっておけばいい、ね、前を向いて、孫や子供たちのためにも一生懸命これからも前を進んでいきましょうよ。はい、ね、そんな歌でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ゆうくんこのステージ最後の曲になりました。じゃあ、ザ・ピーナッツのナンバーをね、2曲続けてお送りしたいと思います。まずはですね、ザ・ピーナッツさん大ヒット曲です。情熱の花から聴いてください。イエーイ。La la 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 la交わしたその思い出が怪しく見よう。Yeah. はじめて二人が知り合いを交わしたその思い出が怪しく匂う。ララ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 ラ
イエーイ、今日はミニコンサートでしたけども、今から本編で、コミュニティテレビが始まります。はい、ミュークエアのお話も聞きながら、はい、また新曲を2曲今日用意していただきたいと思います。はい、では続きがいてまいります。はい、ありがとうございました。ミュークエアのお二人に盛大な拍手で、一度はここで、休憩して、あと、いや、およそ5分後にですね、千葉コミュニティテレビ、開始めてます。よろしく、3分で、はい、3分後に、その間つながせていただきます。まず、今日はですね、第63回千葉コミュニティテレビ今第1部が終わったところでございまして、ミュンとエアのアラカン昭和歌謡ショー、ミニバージョンライブをですね、こう鎌取コミュニティセンターの2階ロビーから公開生放送をさせていただいております。どうだったでしょうか皆さん。ミュンとエアね、最高でしたね。本当に素晴らしいですね、歌声で、ここ鎌取コミュニティセンターをですね、台風15号19号では避難所として、皆さん地域の皆さんね、本当に被災された方を受け入れさせていただいたんですが、本当に亡くなりになった方も全国でもう70名80名という数を聞いております。本当に尊い命が亡くなったことに対してですね、本当に心から哀悼の意を込めますとともにですね、被災された皆様の、本当にお見舞い申し上げます。一日も早いですね、復興を復興復旧を心よりお祈り申し上げますと、冒頭でお伝えさせていただいてですね、今日はそんな中、もうしばらくすると今衣装直しをしてですね、ミュンとエアのお二人が、ボランティアでですね、千葉の皆さん勇気づけようということでこの鎌取の地に来ていただいております。そういうことでですね、今大きな画面の方に映っていきますけれども、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、鎌取コミュニティセンターから第63回千葉コミュニティテレビということで鎌取コミュニティセンターから公開生放送しています。もう今しばらくするとミュンとエアのお二人ですね、まあ、第一部の、ライブお伝えして、皆さん楽しんでいただきましたけども、今日はですね鎌取コミュニティセンターの、ロビーで歌う会というね、皆さん今日はほぼほぼその方が多いと思うんですけれども、月に一遍ですよね今ね、ここのロビーでここにあるスクリーンをね、スクリーンのバックに、今日はちょっと YouTube はね、もう接触が悪くてなかなか映像がねあれだったんですけども、大きなスクリーンで皆さんで、懐かしの昭和歌謡とかふるさとの歌とか、そういった童謡ですね、そういったものをみんなで歌う会を、月1回1回ですかね、今ね月1回、開催させていただいているということで、今日は、そこに、素敵なゲストということでミュンとエアのお二人をですね、お迎えしたという設営でございます。まずですね、この千葉コミュニティテレビの趣旨をご説明させていきます。この千葉コミュニティテレビはですね、私ども経営予備層という会社がですね、4カ所のコミュニティセンター、現在千葉市、コミュニティセンター、この鎌取ですね、緑区では鎌取、そして花見川区では畑と幕張、そして稲毛区の穴川と、この4カ所でですね、このように毎回素敵なゲストをお招きして、地域の皆さんに喜んでいただく、ライブトーク番組ということでですね、今日は少し歌もライブもありますので少し延長して、普段は1時間放送なんですけれども、今日は90分、程度のですね延長して楽しんでいただくということで、第1部の30分弱のミニライブ第1部を楽しんでいただきまして、これから第2部の準備に入っているところでございます。そういったことが千葉コミュニティテレビでございます。そして、コミュニティテレビ、コミュニティセンターもですね、鎌取もそうですけれども、いよいよコミュニティセンター情報ということで、コミュニティ祭りが、ね、開催されますね。ここ鎌取では、27日の日曜日ということで、また、ご参加される方もたくさんいらっしゃると思うんですが、千葉市内のコミュニティセンター、私も担当しているところは10月20日今度の日曜日がですね、畑コミュニティセンターでも、お祭りを開催していますので、お近くの方は畑コミュニティセンターも、おいしい、地域の野菜とかですね、地域のサークルの皆さんの発表の場でもありますので、ご来場いただければと。でここ鎌取はですね、10月27日の日曜日、
丸一日皆さんのサークルの発表の場とか、あとはまた、いつものようにね、あの出店なんかも出ますので、フリーマーケットとかですね、そういったものも楽しんでいただけると思います。そしてあの稲毛の方ではですね、穴川コミュニティセンターで11月の3日にですね、コミュニティ祭り、ここは毎年、駐車場、広い駐車場でオープンマーケットもやってますので、いろいろ、お買い得なものも買えると思いますので、どうぞ穴川コミュニティセンターの方、11月3日、今コミュニティセンターのお祭りの方をですねご紹介させていただきました。そしてですね、今ちょうどゲストの素敵な2人が来る前に、いろんなコミュニティセンターの、情報をですねお伝えしておりますけれども、東京五輪温度ですね、すでにちょっと終わってしまってるんですけども、10月11日に先週稲毛の穴川コミュニティセンターで東京五輪温度の、2020踊り方講習会をですね開催させていただきました。こちらの方もですね、随時、情報を発信していきますので、来年はちょうど7月24日がオリンピックの開幕式になります。当コミュニティセンターでもですね、皆さんでご覧になるような、なんていうんですか、ここのコミュニティセンターにまたライブでですね楽しめるような設営もしたいなと思ってますし、どうぞ皆さんコミュニティ、ここの鎌取コミュニティセンターでもですね、コミュニティ、東京五輪温度の踊り方講習会やってるんですが、参加された方いらっしゃいますか？今日の方いらっしゃいませんか？どうぞ随時、やってますので、みんなでですね世界から日本に来る皆さんを東京五輪温度2020で、お迎えできればなとは思っております。そしてつい、6月にですねその高校生のダンスパフォーマンス選手権というのをやったんですね。ここの鎌取コミュニティセンターで、その際はですね、やっぱり東京五輪温度の2020、これを、高校生たちが踊りを競ったんですけど、そこが第1回のコンテストがあって、この地元のですね千葉南高校のダンス部の生徒さんが優勝されまして、で実は第2回も来年の6月頃ですね、場所は今度開催場所の幕張でなんですけれども、そちらで、企画しますので、また、通ったらですね皆さんにお伝えしたいと思います。それではミュントエアのお二人が準備ができたそうですので、お迎えいたします。どうぞ、お席 おかけになっていただいて、じゃあこちらに、じゃあ改めましてようこそ、鎌取コミュニティセンターにいらっしゃいました。はい、ちょっとね、はい、カメラが3人なんで、ちょっとまっすぐに、ちょっと詰め、はいはいはい、どうぞミュントエアのお二人、もう一回盛大な拍手でよろしくお願いします。ね、えさっきは素敵なライブを本当にありがとうございました。ね、聞くとこのところによりますと2012年に結成されたリオということ で、はい、それまでお二人はどんなご関係でいらっしゃったんですか？まあ、友人だったんですけど、はいはいはい、それでなんか昭和歌謡が好きで、なんかこうカラオケとか行ってたら意気投合しちゃって、なんかこうライブやりたいねって言って、やってるうちにだんだん本気になってきて、それでプロ目指そうよってなったら、昔からその芸能活動お二人は、どっかでこうやられてらっしゃったんですか？みおちゃんの方はね、私はですね、娘プロレベルでしたけれどもですね、はい、ちょこっとクイズ番組のアシスタントなんかをさせていただいたりしてたんですね。あとラジオでちょこっとなんか喋ったり。ちなみにどんな番組でいただいてました？ですね、昔、キンキンメロンパさん見てましたよ。シャボン玉こんにちはっていうね、見た、皆さん見てましたね。昼の12時ぐらいから毎日30分やってました。はいはい、そこにね、ちょっとだけアシスタントで、はい、いやそうだね、やよさんもうね、40年ぐらい前ですよ。キンキンケロンパ、はい、ね、じゃあ二人、お世話になります。ご結婚する前ですか？そうですね、ね、貴重なゲストで、はい、そのアシスタントされたということで、その時のどんなエピソードありました？なんか楽しいエピソードたくさんあるんじゃないですか？その時はですね、はい、やっぱりですね、とてもプロデューサーの方も厳しかったですね。はい、でテレビの番組っていうのはこういうふうに作るんだなと思いましたし、はいはい、あとはね、ケロンパさんもキンキンさんもね、すっごい優しかった。あ、そうですか。うん、とてもね、気を使ってくださいました。なるほどですね。はい、そんな素敵なキンキンケロンパのね、エピソードも伺いましたけど、ね、亡くなっちゃいましたけどね、本当にね。
ミュースさんはどんな、はい、あのそれまで今回のデビューの前はどんな芸能活動みたいなのあったんですか？この歌のデビューは、はい、本当に歌はデビューは初めてなんですけど、はい、本当はあの幼少の頃から、はい、もうずっと小学校も中学校も高校の時もあのアイドル歌手を目指していたんですけど、なかなかなれなかったんですね、だけどたまたまオーディションを受けたら、杉良太郎さんの杉良太郎さん、遠山の金さんの蕎麦屋の娘役、蕎麦屋の娘、そう、うん、そのオーディションを受けましたら、はい、3000人の中から優勝しちゃいました。蕎麦屋の娘さんをやられたわけですね。そうです。あ、なるほど。それが17歳の時なので、もう40何年前、40年前ですか。 そう、それであの、まあ、時代劇をやったり、はい、いろんなね、暴れん坊将軍とか、はいはい、まあ、いっぱい時代劇あったじゃないですか、ありましたね。数多くゲスト出演もしたんですけども、でもやっぱりアイドルになりたいなってずっと思っていて、でやゆちゃんと知り合ってから、本気で歌手になろうよってなったわけなんですね。それで2012年に、ね、デビューされて、うもう今年7年目ですか。そう、あっという間の7年で、ね、あっという間ですね。でお二人とも、ね、本当にお若いですよね。アラカンアイドル2人合わせて116歳というキャッチフレーズですけれども、ね、あのいや、もう一個あるんですよ、はい、2人合わせて116歳です。でそして天国に一番近いアイドルです天国に一番近い島というなんか映画もあったような気がするんですけど、天国に一番近いアイドルという、はい、これはなかなか素敵なキャッチコピーですね、うん、あの私たちいつもミニスカートで、はい、あのダンスなんかも激しく踊ったりすることがあるんですけど、はいはい、多分そのような楽曲をやっていらっしゃって、うん、60前の人って新人ではいないんじゃないかな、なんじゃないか、ね、はい、自分たちで天国に近いアイドルと言ってます。でお二人はですか、もともとご出身は、どちらですか。私は、ね、東京なんです、はい、もうチャキチャキの江戸っ子なんです、はいはいはい、で私はあの九州は福岡、博多出身ですね。ちょっと照明を、はい、すいません、業務連絡、博多のですね、はい、福岡です。じゃ あ地元東京、東京、私は東京です。東京で、東京のどの辺ですか、はい、下町、母の家は、日本橋の堀留町なんですけど、はいはい、私は杉並区で生まれ育ちました、はいはい、その角がいいですね、はい、2つ両サイドから、すみません、今業務連絡です、すみません、照明をね、あの、この角、はい、よろしく、よろしく、美しく照らしてください。はい、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そうすると、東京、幼少期それぞれあのお二方のこう思い出とか、どんな少女時代を過ごしたかって伺っていいですか。はい、私はあの、はい、福岡なんですけども、はい、あのまあ、ちょっと両親が離婚したこともあって、はい、7つの時にね、であの小学校5回も転校したんですよ、6年間の中で5回も転校してしまって、はい、それはあのやっぱりあの子供の環境に応じて、はい、または母親の仕事場に応じてっていう、はい、あのいろいろと住まいを変えたりしたんですけども、ご苦労なさったんですね、うん、でもあのそれなりにやっぱり友達も各地域でできたし、はい、そして福岡はね、まだその頃は今みたいに都会ではなかったから、あの新興住宅地なんてまた山を切り開いて、どんどん土地がね、はい、あの家が建っている時代だったから、はい、山で育ったので、山ですごくおてんばで、福岡市内ですか。うん、市内なんだけど、山が結構ちょっとね、油山っていう山があって、その近辺の山にはね、はい、あのいつも木登りして、シイの実を勝手に取って食べたり、お猿さんみたいなね、とか、あのなんか 山ぶどうとか取ってね、こう色をこう爪を染めてみたりとか、コスモス畑がね、わーって走り回ったりとか、あとね、昭和の時代の子供ってね、基地を作るんですよ。あ、作ってませんでした。なんかね、うん、そうそうそ そうで、うん、穴掘って、屋根作ってね、うん、はい、泥団子をやってね、でね、もう本当にあの戦後15年後に生まれてますから、戦闘開始とか言ってね、ドラゴン投げてね、あの子供たちと遊ぶっていうね、そういうね、やんちゃな遊びをやってました。なるほどですね。片谷弥生さんは東京なので、東京はどんな、弥生さんはですね、どんな少女時代だったんですか。生まれた時にもうあの高速道路が走っておりましたのでですね、そうですね、あの日本橋のあたりですね、はいはい、でなんかあの泥だらけになって田畑で遊ぶって経験はごめんなさい、全くないんです、そう、都会でね、で、ね、でもあのだから未だにね、ちょっとね、虫とかね、カエルとかが苦手なんで、あ、そうですか、はい、でもあの割とですね、いろんなとあのコンクリートの状態のところでも、結構かけっことか鬼ごっことか、あの私結構早かったので、男の子捕まえて遊んでました。そうですかそんな少女時代だったんですね、はいはい、それが、地元にじゃあ、福岡を出られたのはミュウさんは何歳ぐらいだったんですか。17歳です。17歳で、あの17歳の時になんで上京したかというと、うん、はい、あの
カナダからの手紙ってご存知ですか、皆さん。畑中陽子さん、畑中陽子さんと藤尾正樹先生の、はい、それであのお二人 の、 あのキャンペーンを、はい、福岡のデパートでもやってたんですね、はい、その時にこう運命の出会いというか、あの目があって、それであのスカウトに会って、それであの家が近くだったのでタクシーですぐ自宅に行って、はい、あのまあ、デビューを約束するわけではないけど、何かこう光るものがあるから、うん、なんかこうタレントを目指したらいいんじゃないかっていうお声がかかったんですよ、はい、で実は当時私あのスクールメイツっていうポンポンを持って踊ってる、あのかの有名なスクールメイツさんにいらっしゃったんですね。そこに加入して、やっぱりタレントを目指して養成所にいたもんですから、よくぞ私を見つけてくださったということで、でもそこで舞い上がらずに、一旦ちょっと、ああそうですかって言って、それで翌年の春ぐらいにですね、上京したんですよ。それから17歳だったんですよ、はい、で約束されたデビューじゃない、東京はチャンスがいっぱい転がっているから、自分の力でチャンスとか運をつかみなさいって言われたんですね、はい、であのね、何でもそうなんだけど、努力と、はい、からチャンスと運があれば成功するんだよって、うん、この3つ、はいはい、この3拍子が揃えばいいんだよって言われて、それを一生懸命覚えてね、はい、真面目に歌の練習して、はい、からアルバイトも行って、はい、頑張っていって、チャンスが来たからオーディションを受けたら3000人の中から優勝したのが遠山の金さん。すごいですね。だから半年でデビューが決まったので、私はとてもラッキーガールだと思います。すごいですね、はい、当時そのあれですよね、そのダンスその結構有名ですよね。そうですね。どんな方のバックで踊られたんですか。あのね、アグネスちゃんさんとか、アグネスちゃん、あの渡辺プロの参加のスクールメイツですから、はい、天地真理さん、渡辺、はい、ね、それから天地、それからアグネスちゃんさんでしょ、はい、とかキャンディーズさんとか、はい、からもういろんな方、ジュリー沢田研二さんとか、番組で言うと8時だよ全員集合とか、あとはヤングオーとか、おレッツゴーヤングとか、そういった番組に出させていただきました、その時のなんかエピソード、素敵な、なんかこの人素敵とか、なんかありますか。いや、それはね、思いましたけど、一応のやっぱりそのスクールメイツのね、そこの学校の先生、校長先生からは、絶対歌手の方にサインを求めたり、握手をしてって言ったりから一緒に写真を撮ってくれって言ったら絶対ダメだよ。あ、ご法度だったんですね。そうです。で、それはなぜかというと、私たちもあのわずかながらギャラをもらって踊ってるわけですよね。同じ立場でいながらして、うん、同じ舞台に立っていると、そういうことは絶対やめろってことを強く言われまして、今でも私はあんまりそういうことはしませんので、それは本当にあのご法度っていうか。なるほど、うん、はい、なんか貴重なエピソードですね、はい、なかなかスクールメイツの、ね、バックで踊ってらっしゃる方ってすごく、うん、あのね、あの芸能人の方とこういつも親しくされてるのが、うんうんうん、もうそこはピシッとビジネスとして、うん、そう、私は当時やっぱり好きな、ね、アイドルもいましたけど、でもその男性アイドルの前に行くと胸もときめいたけども、でも仕事になるとね、なんか全然平気なんですよね。ちなみにそのアイドル どなたですか。愛崎真也さん。あ愛崎真也、はい、あと大女優君何でしたっけ。そう、誰よりも君のことってやつ。17歳です。キナー17歳。キナー17歳、はい、もうときめいちゃってバックで踊りながらですね、ドキドキしちゃったわけですね。しました。だけど仕事となるともうそこはパッと忘れて、なるほどですね、ちゃんと仕事はしてました、はい、でミントヤヨさんね、ここはFacebook ライブですので、はい、皆さんからコメントが入ってくるんですよ。あ、そうなんですね。で今日またちょっとコメント読ませていただきますね、はい、前島孝夫さん見てます、国吉さんありがとうございます、松本めぐみさんパチパチパチありがとうございます、池田さんパチパチパチありがとうございます、カズさんありがとう、シェアしましたありがとうございます、めぐみさん、松本めぐみさん、みゅんちゃん、やうちゃん、泣いちゃうにーやーってもう感動で、もう涙がね、出てきますね、シェアしました、松本さんもありがとうございます、パチパチ、池田さん、素敵です、直井さん、直井陽子さん、ありがとうございます、素敵なライブですね、ということで、この後ね、またショートバージョンが、この後すぐと、あとエンディングの近いところでね、2回また、はい、お楽しみいただきますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、前島さん、ほぼ同い年に驚き、素敵な声ですね、国吉さんの黒巻しっかり抜けて、ミュンとヤウさんたちと同化していますということで、さっきね、お二人が踊っている、バックでちっちゃく私もね、一緒に、やっ、ダンラッダンラッて、やっしょ、なるほど、同化して、今日はキャンディーズっぽくやっまあ、あの後で Facebook とか YouTube で楽しんでいただければと思います。ありがとうございます、そして、吉弘中野さんありがとうございます、ピーナッツ懐かしいですね、ね、そして、松本めぐみさんたくさん もう拍手をありがとうございます、池田さんも何回も拍手松本めぐみさんも何回も拍手、めぐみさん、国吉さん生配信ありがとうございます、にゃーみゅんちゃんやよちゃん大好きですにゃーということで、ね、本当に大ファンでいらっしゃるんですね、結構いつもあの
松本さん応援されてくださるんですか、ね、そうですね、うん、あの毎日ね、あのショールームっていうね、はい、皆さんご存知かな、あの生配信をね、夜9時からね1時間、フェイスブックライブですか、フェイスブックじゃなくて、フェイスブックライブではなくて、ショールームっていうアプリがあるんですよ。なるほど、アプリを、これはね、あのオフィシャルで入ってるんですけど、有名な方では AKB48 のね、アイドルの方とか、あの有名なアイドルの方がみんなやってるんです。なるほど、なんていうアプリですか、ショールーム、ショールーム、ここでショールームって、そこを入っていくと、ミュートやよショーアイドル歌謡ショーってやると夜9時から見れるんです。なるほど、そこはあれですか、ミュートやよさんとこう直接会話ができたりするんですか。できるんです、コメントが書けるこんな感じですか。そうなんです、なるほどですね。ぜひ、毎日、あのね、今はちょっとレコーディング中で、今年ね新曲4曲も出したんです。すごいですね、毎月新曲出してるんです、で今月はちょっとね不定期でね、月曜日が私で、ミュンで、水曜日が2人、で金曜日がねやよの私が喋ってます。週に3日なんですけど、そうですか、そして、めぐみさんも熱烈ですね、ミュンちゃんやよちゃんもう何回もエールが来てますね。もう大ファンなんですね。ありがとうございま す、ね、います大津陽子さん、国吉さん、タイミングよくライブを見ることができました。素敵です、ありがとうございます。池園さん、ひろこさん、ありがとう。とてもお若いですね。真っ赤な衣装が可愛いっていうことで、本当に可愛いですよね。これはあれですか、特注っていうか、もうオーダーで作られてる。いいえ、そんなことないです。あ、そうですか。もうその辺で売ってる4000ぐらいの。なんか素敵なね。いやいや、本当に私たちは自分たちで袖をね、つけたりして、手作りなんです。あ、そうですか。はい、そんなことでね、このフェイスブックライブは皆さんからのコメントもね、入ってくるとすごく、あの、コミュニケーション取れますので、どんどん、コミュニケーション取っていただくのと、あとシェアをしていただいてね、たくさんの人に拡散していただけるとありがたいなと思っております。そうですね、では歌の準備がね、できたら、あの、あれですけれども、あの音の方どうでしょうか。はい、OK、 大丈夫ですね、ではね、じゃあどんな曲ですか。今度は浅丘めぐみさんの大ヒット曲とね、から天地真理さんのヒット曲と、それからね、ちょっとダンスが激しいナンバーを1曲と、最後にキャンディーズなんかも用意してますので、ちょっとこうね、若ぶって歌いたいと思います。それでは先ほどの、あの位置でですね、踊っていただいて、歌っていただいて、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではカメラを変えてこちらにしていきます。はい、あ、いいですね、カメラいいですよ。
ありがとうございます、素敵なライブでした、ありがとうございました。皆さん改めて拍手お願いします。どうもありがとうございました。前半の、ショートショートバージョンね、これ今何曲ぐらい入ってましたっけね。今ね4曲です、4曲入ってました、はい、リリーズでしたっけ、リンリンそうリンリンランのね、龍園の宣伝に出てたリンリンランのね、リンリンランの龍園ってね、香港のね、双子の、はい、今もう元気でいらっしゃるんですかね。今はもうアメリカで、そうですね、普通の一般人として暮らされてる、結婚されてて、あ、そうですか、へえ。今お二人のこの歌のセレクションのキーワードは何ですか、歌って踊れる？そうですね、今現在もライブ活動やってらっしゃる方もいますけども、もう見られないよっていうような歌手の方結構やってます。なるほど。そうですね、例えば今やったキャンディーズさんとか、キャンディーズね、何揃うことないですよね、あとはインディアン、恋のインディアン人形のリンリンランさん、リンランもね、もうね、見れないですもんね、もう引退してしまったら二度と見れないし、もうある意味レプリカみたいなね、貴重な存在でいらっしゃいますね、お二人も。あと天地真理さんでしょ、天地真理さんね、さっき言ったザ・ピーナッツさんでしょ、ザ・ピーナッツね、はい、お亡くなりになってね、でも本当にお二人声がもう透き通るようにこう通りましたし、あともう踊りもキレキレですねさすがやっぱりね、スクールメイツ、ね、いや年齢が来るとね、やっぱり声はね、下がりますよね、皆さんもね、どうですか、ね、前よりもちょっとキーが下がりませんか。いつもロビーでね歌う会なんかで、今日もね素敵に歌ってらっしゃいましたけどね、でもまあ普段はほらこうやってね、ロビーでカラオケをねみんな楽しんでいらっしゃるから、多分大丈夫だと思うんですけど、なかなかね毎日カラオケに行かないとね、こうキーも下がってきますね、でも私たちねボイトレを未だに行ってるんですよ。どれぐらいのペースで？うんとね、月に4回ぐらいは行ってますかね。すごい、さすがプロですね、踊りもなんかそういった訓練練習とか2人で練習してます。2人で合わせたり、遅くまでドッタンバッタンやって、主に練習会場、ご自宅ですか？そうですね、お二人でこう行き合って、そうですね、でっかい鏡があるんです、あそこの前で、ねえ、ご自宅に大きな鏡、よっぽど大きな鏡じゃないとね、そうですね、どれぐらいの鏡ですか？あのね100ぐらいはあるかな、120ぐらいあるか、2畳分ぐらいあります。畳2畳分ぐらい、はいはい、ちょっとしたスタジオみたいな感じです、ね、スタジオでね、素敵ですね、で、近々ライブがあるんですよね。そうなの、ライブ情報をちょっといただいてましたんで、はい、これかな、ピュッとね、はい、公式ライブミュンとやよということで、はいはい、昭和アイドル歌謡ショーボリューム4ということでですね、はいはい、出演はミュンとやよ、石川ミュンちゃん、ミュンちゃんとですね、中村やよ、やよこちゃんですね、はい、石川ミュンちゃん、はい、中村やよこちゃんということで、はい、2人でございます、はい、令和の時代に突入した昭和アイドル歌謡ショーは、ホーンセクションを3巻加え新曲 4曲を披露ということで、ラドンナ原宿で2019年の11月4日祝日、時間は17時半開場、19時開演、これ会場から開演までお時間ありますね、これちょっとお食事でも皆さん頼んでいただいてね、お食事とか、いろいろと皆さんと会話をしたりとか、ねね、どうですか皆さん、原宿の方ね、千葉から出てって行かれて、この11月の、秋の日にですね、昭和歌謡ショー楽しんでいただけたらいかがでしょうか、はい、高音セクションを3巻ということで、どんな管楽器ですね。そうですね、トランペット、トロンボーン、サックス、一応3巻入れたので、はい、ちょっとゴージャスになって、ゴージャスですね、昔のなんかこう、なんていうかな、全集合の歌番組を見ているような雰囲気で、はい、あ、なるほど、8時代全集合のババンババンバンバンの雰囲気で、うん、そういう雰囲気で、ちょっと賑やかしく、じゃあ、笑いあり、涙あり、まあ、涙もあるけど、ステージショーはそういう、面白いコントもやりますけど、はいはい、その音自体がね、昔は何々と何々っていうふうに、ダン池田とニューブリードとか、はい、岡本明夫とゲイスターズとかっていうふうに、はい、こう結構バンドっていうか、はい、大きなね、はい、オーケストラが多かったじゃないですか、でちょっとそういった雰囲気を醸し出すような音作りをしています。なるほどですね、はい、11月4日あ、はい、もう来月の4日でございます、祝日、まあ、お休みの日の夜ですので、はい、どうぞ原宿の方でね、ミュンテイの、素敵な
ライブをですね、またお食事しながら素敵な場所で、はいはい、いただあの楽しんでいければと思います。よろしくお願いいたします、ね、ライブ情報でした。チラシ今日たくさん持ってきてましたっけ。今日はねちょっとまだあの間に合わなかったので、じゃあ、はい、後ほどこれこあのじゃあ所長これコピーして今いらっしゃる方でもね渡していただいてください。ありがとうございます。ということでね本当にあのまだまだ続きますけれども、はい、これはピュッてあれしてミニライブ情報もね、ちょっと待って、もう一回、あのライブのね、はい、あれだけ出します、はい、今ちょっとこっちに、こっちにやってすいません、さっきね、ミニライブ、あの皆さん Facebook ライブに行ってなかったんで映像として、はい、11月4日昭和アイドル歌謡ショーということでね、はい、皆さん来ていただければなと思います、はい、ラドンナ原宿、17時半会場、19時開演ということでございます、はい、ライブ情報でございました。そしてまたコメントが入ってきていると思いますので、コメントも、見ましていただきますね。あ、また入ってますね、はい、池田さんライブ最高っすってことで、ね、池田さんありがとうございます。あと池園さん懐かしい音楽に思わず一緒に歌ってしまいます。ぜひ次回は鎌取コミュニティセンターの大ホールでコンサートしてほしいです。国吉社長お願いいたしますということで、後ほどねちょっとご覧になっていただきたいんですけど、300人入るホールがあるんですよ。あ、そうなんですか。でもしあのね皆さんリクエストあればぜひ鎌取コミュニティセンターでのねライブも、ね、あぜひねまたじゃあ日程調整していただいて、鎌取でねまた来ていただけてれば、皆さん喜んでいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。どんどん皆さんコメントもお待ちしてます、みゅんちゃんやおちゃんの本当まためぐみさんからですね、うん、コメントが本当に熱烈なファンでいらっしゃる。今日もねあの鉢巻き巻いたファンの方がね、はいはい、いらっしゃいますけどね、隊長、応援隊長、応援隊長どうですか。ちょっと一緒にあの一言、いつもせっかく今日どちらかですか。応援隊長、応援隊長、鉢巻き巻いてる、鉢巻きどうぞどうぞ、せっかくですから記念にラビ隊長っていう、ラビ隊長、ラビ隊長どうぞ一言コメントいただいて、一言コメントね、いやそこっちずれてもらって、ずれてもらって、せっかくですか、はい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 、イヤさんもイヤさん、はいはい、ちょっとはい、イヤさんも入って、みんちゃんも入って、はいはい、ラビ隊長は普段お仕事どんなお仕事されてるんですか。私ホテル、あホテル、東京、はい、フロント、あ今日映っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや有給取ってみたいな、安い取って、はい、都内のホテルですか。そうですね、はい、なるほど。でもう熱烈なファンでもうどこ行くにも追っかけちゃうみたいな。そうですね、時間があれば、すごい、はい、もういつから沖縄とかね、福岡とかね、沖縄福岡も大阪とか、ラビ隊長、すごいですね、はい、でもホテルマンですとお忙しいじゃないですか。でも、ね、こういった、オフの時は、ミュンとヤオちゃんで、はい、もう心がほっとして、はい、また、ね、またこの生きがいでこう、ね、全国を追っかけちゃおうみたいな、ね、そうですね、はい、あのラビ隊長からしてミュンとヤオちゃんは一言どんな存在ですか。もうなんて言うんでしょうね、もうヴィーナスですね。ヴィーナス、最高のアイドルですね、はい、こうしてあげよう。いつから応援されてらっしゃるか。この2人が結成した2012年8月31日から、最初から、はい、あ貴重な、本当ね、隊長ありがとうございます、はい、ということでですね、今日はあの、はい、ラビ隊長にも、お住まいどちらですか。私あの東京の小平市で、小平ね、はい、西の方じゃないですか。そうですね、西、今日もここまで2時間ぐらいかかられたんじゃないですか。2時間かかりましたね、はい、ラビ隊長ありがとうございました。特別優勝出演で今日は、ね、お二人の親衛隊のラビ隊長にご出演いただきましたということで、こういうねもう T シャツ、あのポロシャツにもミュンとエアウト入ってますけれども、はい、ありがとうございました、ね、ラビ隊長でした。こうやってねコミュニティテレビはね、あの本当にあのそういったライブだからね、こういう楽しさがありますね、マジドホームな感じでね、マジドホームな感じでね、はいはいはい、ありがとうございます。あとあれですね、あのそうださっきあのお二人が、ね、あのミュンさんが東京に出てこられて、うん、宮部さんは東京にいらっしゃって、うん、最初に出会ったのはどこだったんですか。あの、ね、実はね、うん、私たちもほらもうこの年だから、うん、結婚して子供がね、はい、いるんですけど、の子供同士が幼稚園に入りますよね。その時のママ友、ママ友だったんですか。それであの、まあ、あのやよちゃんが PTA 会長やってて、ああ私は桜組のクラス委員だったんですよ。ああでそこであの、まあ、あの時々母の会とかで、ね、会議とかあるじゃないですか、そこで初めて知り合ったんですよ、そういうであの綺麗な方だなと思って、でなんか、なんとなくお友達になって、なるほど、最初から最初に声かけたのはどうしちゃったんですか。私ですね、ああ
初です。弥生さん、どんなご気持ちで声かけたんですか？あの、ねんちゃんすごくいろいろ喋ってくれるので、でなんかいろいろね、あのいい案を言ってくれるので、はいはい、でそれでなんかあのお電話をもらったんです。はい、はい、会長って。ええ、それはあの幼稚園 の、ええ、そのいいあんたの幼稚園の会、そうですよ、そうですよ、幼稚園 の、はい、幼稚園のイベントのこと、幼稚園のイベントね、でなんかこうお話が始まってね、はい、ええ、でいろんなこうプライベートでも付き合うようになって、はい、そうですね、はい、でその時はまあ本当にママ友で、うん、例えば子連れでこう、うん、ランチしたりそんなことだったんですね、うん、きっと、そうです ね、そこからなんかお互いのこう、あ、昔何そんなことをやってらっしゃったのみたいなことから、うんうん、なんか私がどうしてもアイドルになりたい、うん、歌をやりたいっていうことが忘れられなくって、うん、でなんか親父バンド的な、こういったあの地域でもよくアマチュアバンドやるじゃないですか、はいはい、で同年代のお父さん方とバンドを組んでやったりしてたんですけど、はい、2人がなんかこれじゃ気が済まなくなっちゃったんですよ。で趣味で終わらせたくないね、はい、っていうことになって、もうなんとか頑張ろうよってやってるうちに、はい、だんだんあれよあれよとファンが全国から集まってきて、そういうことなんですか。このラドンナでやる11月4日の、ね、ステージ の、はい、もう全国から泊まりがけでいらっしゃる。うわすごいですね、はい、年に2回ですからね、そうやって、あれですけど2012年の結成ですけど、そしたらその前から、はい、あのアマチュアバンド的なところでお二人は活動はされてたんですか？それはほんの少しだったよね。少しですね、あの私もね歌を歌うのが好きで、合唱なんかをやってました。あPTA 合唱なんていうのもね随分率先してやってたんですよ。なるほど。でやっぱり、もっと歌いたい、はい、もっと皆さんに聴いてもらいたい、はいはい、でもっと楽しくやってみたいと思った時に、はい、もうミュンちゃんがヴィーナスのように輝いてましたね。で私はあの、うん、なんでアイドル歌手になれなかったかっていうと、歌が下手だからなんですよ。そんなことないですよね。いや歌が下手だったんですよ、だけど彼女がその、合唱なんかをね、経験したおかげで、私とコンビを組むことによって、ソロで歌ってる方の曲をハモることができたんですよ。その場で、はいはい、それで、あ、ハモれるとなると自分が歌が上手くなった気がしたわけですね。で、いいコンビになって、ね、お互いにこうバランスを考えて、ハモリを二人でこう一緒にやるようになった。なるほど。それからなんかもうなんとだろう、アイドルなんだけども、一応二人で何でもやる。一人じゃとてもできないです。そうですね、恥ずかしくて、お二人の力が結集されて、ね、ミュンとやろうね。今聴いていただいてたね、はい、あのライブで今歌った時にですね、はいはい、あのその当時のその方たちの曲としては、はい、ハーモニーはついてないんですよ。ああ、そうですか、はい、でそれを私たち二人で考えて、で、あの天地真理さんの曲や恵美さんの曲もハーモニーを、ね、つけて歌ってるんですよ。ピンで歌われてる方もこうハーモニーをこうリメイクして、そうなんです、そういうことなんですね。昨年あの元旦にコロンビアレコードからアルバムデビューを果たしたわけなんですが、はいはいはい、その時 の、 あのカバーアルバムの中に私の彼は左利きね、先ほど歌ったのも入ってるんですが、浅岡めぐみさんって一人で歌ってらっしゃるでしょ、でもそれに微妙にこう絶妙にねこうハーモニーが入ってくるので、はいはいはい、なんかこうまた新たな違うものの曲のような、そうですね、大変で、あの車の中であのドライブする中で聴くのにとてもいいって割と好評なんですよ。なるほど、はいはい、これちなみにあれですか、今あの CD4 枚ほど出されてるんですか？CD はシングルではアマチュア時代に2枚ほど出したんですけど、コロンビアレコードからは、はい、昨年の元旦にファーストアルバムを2曲入りで、はいはい、オリジナルも入ってます、はいはい、で今度実はね、はい、今年あの12月に4曲連続リリースで新曲が出てるんです、はい、でこれあの配信限定でこう CD 版にはなってないんですけど、はい、スマホに取り入れて聴いたり、はい、またはパソコンに取り入れて聴いたりするんだけど、はい、それが結集されて来年の春にうまくいけばアルバムになります、アルバムがね、はい、でそこもなんかそう、そこにもあの皆さんがよくご存知のね、はい、あの歌曲をカバーしたりもしようかなと考えているところです、はい、ねえ、それは、購入するにはどうしたらいいんですか？普通のレコード屋さんで、あ、レコード屋さんで、はいはい、インターネットでも買えるんですか？ネットでも買えるんですよ、ネットでもね、ネットだったらもう、ね、はい、日本コロンビアのホームページ、あ、日本コロンビアのホームページからミュントエウさんの、はい、検索すると、販売サイトに参加ですね、そうですね、ぜひあの素敵な歌声をね常に車の中でね私も聴きたいと思うんで、ぜひ購入させていきたいと思います、はいはいはい、ありがとうございます。はい、あとコメントいかがでしょうか、ですね、松本めぐみさん、ラビ隊長ってことでハートマークいただきます、ね、ラビ隊長人気者です ね、 ね、結
結構ファン同士でのいろんなオフ会みたいなのあるんですか、やっぱり。あのね、あのさっき言ってたショールームっていうね、はい、あの夜2人で9時から喋って、はい、1時間本当に喋りずくめなんですよ、はい、歌も歌うんですけど、そこにあの登場してくださってる方が松本さんであったり、はい、ラビ隊長が入ってるから、ラビ隊長はの、まあ、現場現場 の、 その会場で、はい、ライブ会場で、はい、あのもう自分からこう積極的に僕がラビ隊長と申しますとか言って挨拶するじゃないですか、だからもう有名人になっちゃって、そう、ね、私たちより有名人になっちゃって、なるほどね、はい、そういう素敵なファンがねたくさんいらっしゃるんですね、ファン同士がとっても仲が良くって、ね、あのすごくあのコミュニティが取れてるんですよ、ね、だからあのすごくいいですよね、うちのファンの皆さんも、ね、ね、ラビちゃんがいかに ね、 ね、地方のライブまで、ね、遠征してくださってるからです、うん、福岡や名古屋、うん、大阪の方ともすごい仲がいいんです、なるほど、 そこ行っても隊長だから仕切ってくださるんですね、はい、そうなんです、まず彼がねせーのって言うと続いてミュンちゃん、せーの、やよちゃん、素晴らしいですね、このラビ隊長、ちなみにあのミュンちゃんとヤオちゃんの前はどっかでやっぱり隊長やられたんですか。いや、やってないです。やってない。ああ、ここでミュンちゃん、ヤオちゃんデビューですね。じゃあ隊長デビューですね、そういったもう下地がどっかのね、昭和アイドルのところから下地があったんじゃないかなと思いますけど、だからあるアイドルを追っかけてる方から、そのせーのっていうのを教わって、最初はね、声なんかね、ひっくり返っちゃってね、せーのせーのってなんかね、歌舞伎役者みたいな声出しちゃったんですよ歌舞伎役者腹の底からせーのって言えるからね、もう本当に声も枯らさなくなってし、もうね、発声練習ですね、まさに。すごいですね。で、ここにね、ほら、ちゃんと池田さんからも、ラビ隊長、ご苦労様ですって入ってますよね。ね、こう、ファン同士でのね、やっぱりコミュニケーションがすごいですね。この方は神戸の方ですよね。神戸。いやー、池田さん、神戸だしね。松本さん、どちらからなんでしょうかね。松本さんも、もうさっきからハートマークいっぱい。都内ですけど、どちらの方ですね。なるほどですね。はい、あとは、そうですね、松本めぐさんも来年の春セカンドアルバム楽しみにしてますにゃーって、ね、もうこの方はにゃーがね、いいですね、にゃー言葉が、にゃー言葉がね、はい、あのひろこさん、池園ひろさんからですね、まだまだずっと素敵な歌声を聞きたいです、ぜひコミュニティセンターでコンサートしてほしいです、国吉社長大ホールでお願いしますということでね、あの後ほどね、また鎌取りで、ご覧になっていただいて、ちょっとイメージを明かしていただいて、ね、打ち合わせさせてください、はい、ぜひね、よろしくお願いします。それではですね、後半の曲の準備、うん、音楽のどうですか、大丈夫ですか、そうですか、じゃあ後半の曲の準備に入っていただいて、そうです ね、あの実はあの、今年の7月31日にリリースしたシングルで、あの私が詞を書きまして、で曲はあの私どものね、はい、キーボーディストが書いてくれたんですけど、はい、あの秘密の夏っていうのを書いて、秘密の夏、あ、はい、そういえばちょっとあのピッチャーと聞きました、でこれはねちょっとこうラテンの音楽なので、はいはい、私たちのお母さんお父さん世代っていうか、はい、1960年代前半ぐらいに流行ったようなラテンなんです、なるほど、はい、そして続いてお送りするのが、はい、あのずるい人って、これ一押しなんですけど、はい、やよこさんが、やよちゃんが詩を書いたんです、うん、私が詩を書きました、ずるい人っていうね、ずるい人、あなたのことです、私ですか、私ずるいかなみたいな、ね、はい、そうで、あのこれはね、ちょっとあのゴーゴーってね、覚えてます、ゴーゴーってこうやって、あーらあらあら、ゴーゴー喫茶とかでこうやってダンス踊ってたでしょとか、あの町秋とかね、あのなんだっけ、純ちゃんがね、スパイダースでこういう踊りしてたのがわかる、こういうの、あるあるある、そう、こういう踊りが入って振り付け入った、はい、ちょっとこう、なんていうの、ゴーゴーとゴーゴーのリズムとグループサウンズ、GS サウンドが融合したような令和に生まれた新曲です。すごい楽しみですね。じゃあこの2曲続けて、そうですね、はい、はい、で準備して、できたい、はい、お願いしてもらっていただきます。はい、ではお願いいたします。カメラをじゃあ、フェードします。はい、I'm not afraid to die.
大ヒット間違いなしですね。なんか、あのこうななんか初めて聞いたのに懐かしい感じがする、ね、そうなんですよ、ね、ラテンのリズムがまず懐かしいことと、ね、まあ、ゴーゴーサウンドで、はい、ったのマイナーコードっていうんですか、はい、あのこういうのがいいだろうなと思って、あ、懐かしいですね、はい、子供の時に聞いたこう思いっていうのを ね、そのままこう作曲に、ね、作詞表現してみました。うわ、これもう紅白間違いなし。いや、もうそんなこと出ると嬉しいですよね。今日もメガネが白で衣装が赤、ね、紅白間違いなしですよ、本当。皆さんね、ミュンとヤヨさんね、うん、本当にまたぜひ鎌取でね、はい、ステージ組んで、はい、まあ、あのステージやっていただければありがたいんですけども、はい、どうぞお見知りいただいてですね、はい、あのまたしていただきたいと思います。応援していただければなと思います、はい、あとね、私がいつもね、あの最後にハープを弾いてるんですけども、ハープに弾いてちょっと少しハモっていただいてもいいですか、はい、こんないける、これ、これいける、見上げて、え、いける、見上げてもらえます、うん、あ、大丈夫です、ちょっと、はいはい、キーをちょっとじゃあ最後にですね、あの各曲、はい、見上げてごらん夜の星をですね、はい、すいません、打ち合わせがちょっとあれだったんですけどしてなかったです。最初の出だし、キーは B とか C とかあります？女性キーであれば、うん、見上げてこれできます、いきます、はい、はい、じゃあ前奏からいきます、はい、ささやかな
やかな幸せを歌ってる。ありがとうございました。もう即興ですけど、即興ですけどもすごくハモっていただいて美しく歌っていただきました。ありがとうございました。それでは本当に、ね、エンディングの方に入っていくんですけども、はい、本当にね、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてコミュニティテレビですね、これからも素敵なゲストをお招きします。あとコミュニティセンターのちょっと話題をですね、提供させていただきますけれども、はいはい、満腹食堂といっているこの鎌取コミュニティセンターでは子ども食堂をね、月2回今開催させていただいてます。また鎌取のホームページ等でチェックしていただきたいと思うんですが、はい、ここの調理実習室で、この間もちょうどですね、子ども食堂、満腹食堂の、ね、開店日が、9月13日だったんですけれども、台風15号の、ね、本当に直後で、100名近い方がですね、まあ、避難されていながら子ども食堂にも、ね、大人、高齢者の方もたくさん来ていただきました。まあ、本当に、地域のボランティアの人のおかげで成り立っているイベントなんですけれども、月2回、子ども食堂を開催させていただいてます。そしてですね、今後も、今日のミュンちゃんとヤウちゃんみたいにですね、素敵なゲストがますます登場いたします。次回がですね、11月7日、今度は穴川コミュニティセンターから公開生放送で、なんとですね、ビートたけしさんのお兄さんでいらっしゃいまして、北野勝さんがですね、ちょうど明治大学の、交友会会長ということで、私があの千葉の地域支部、地域支部の幹事長をやらせていただいていることで、つい先だってですね、明治大学の全国大会を千葉でやったんですね、初めて千葉市で。その時に、まあ、それ以前からお世話になっているんですが、交友会長となられて初めて、千葉に来ていただきまして、この話をしたら、ぜひ喜んでということで、北野勝さんが11月7日穴川コミュニティセンターに、来ていただきます。そういうことでですね、ますます、素敵なゲストが来ていただきますけど、まあ、本当に最後のエンディングとなってまいりました。ミュンちゃんとヤヤちゃん、ミュンとヤヤちゃんね、今日は本当にありがとうございました。そしてまたぜひですね、近いうちに、千葉市のコミュニティセンターでまた、はい、ライブをやっていただければと思いますので、またその時は皆さんご期待ということで、今日はミュンとヤヤちゃんに、来ていただきました。もう一度は最後に盛大な拍手で、ミュンちゃんとありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。ということで、またお会いしたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。ということで終了いたします。